たまにはお前の心を言葉にして語ってもらおう。いいえ、お前は俺をどう思っているのだ？お前は俺の妻だ。これまでもこれからもそばを離れることは許さぬ。少し手を止めろ。お前が無理をしていることくらい俺にはわかる。今は体を休めろ。どこへ行っていた？お前は俺の妻だ。片時もそばを離れてはならぬ。わかったな。この俺に頼み事だと？ふん、身の程をわきまえろ。そろそろ昼時か。まあこの俺に顔を見せたことは褒めてやろう。遠慮するな。もっと顔を見せろ。人間の言う幸せというものが安らぎを指すのなら、俺にとっての幸せとはお前と共にあることだろうな。お前はどうだ？まったく、お前は本当にどうしようもないな。手をつなぎたいだと？気安く俺に触れるな。まあいい、今日は多めに見てやろう。さあ、手をよこすがいい。桜の季節か。虚しく散ってゆく定めだというのに、散り際こそ美しいとは不思議なものだな。どうしたのだ？うん、いいだろう。こっちへ来い。嫌なことなど俺が忘れさせてやる。まだ起きていたのか。そろそろ寝る頃合いだ。それともこんな夜更けに俺に用でもあるのか？お前が俺の腕の中にいるのは運命などという偶然のものではない。必然だ。お前は俺に出会うために生まれた。そうだろ？どうしたのだ？俺に何かしてほしいなら自分で言え。無論聞き入れるかどうかはまた別の話だ。起きたか。もう朝だ。いつまでも寝ぼけた顔を見せるな。おお、今日はお前が生まれた日か。ただ生を受けたことだけではなく、今こうして生きていることをありがたく思うのだな。この刻限に起床するというのだな。貴様が起きるかどうか責任は持たんぞ。妻が夫よりも遅く目覚めるとは。まあよい。お前の寝顔は俺だけのものだからな。うるさい。余計なことをするな。眠る時間は俺が決める。